皆さんこんにちは。 IIC の藤村と申します。来週月曜日18日、皆さんの前で異文化コミュニケーションについてお話をさせていただきます。講義の中では、皆さんが使っているテキスト、異文化コミュニケーションの理論というものを中心に、私が実際に自分の職場でですね、体験している異文化コミュニケーションというのはどういうものかというのをご説明した上で、皆さんと一緒に異文化コミュニケーションについて考えていきたいなと思っています。私のレクチャーでは異文化コミュニケーションそのものを理解するのは 100% は不可能だと思いますので、ぜひ皆さんの力をお借りしていろいろお話をして、どういう異文化コミュニケーションが、理想の形なのか、また理想の形というのは本当にあるのかどうかですね。で、異文化コミュニケーションをすることによって皆さんが何を学べるのか、そこを中心に講義を進めてまいりたいと思います。それでは皆さん、18日に私への質問お待ちしていますので、ぜひどしどし聞いてください。それでは18日月曜日、予言の授業でお会いしましょう。さようなら。